あ、無理無理無理。 Google さん、いきなり林道を連れて来られた。おー、もうすぐ着くぞ、けなし峠。はい、皆さんこんにちは。今回の動画は前回の動画の続きで、けなし峠に今向かってます。今回はけなし峠から妻恋パノラマラインに行って、そこから妻恋わらき温泉の湖畔の湯で日帰り温泉に浸かって、今日は帰る予定にしています。それでは最後までよろしくお願いします。それで、おお、山が、おお、面白い。落石注意。面白いね、この道も。そろそろかな。お、見えてきたぞ、あの尾根が。舗装じゃなくなるんだよね、けなし峠ってね。そうなんだよね、狭いし。おお、いきなり、いきなり砂利混じりの舗装、やばいやばいやばい。マジで。ここいいんじゃない？ここもあれだぞな、いいけどな。ここもいいぞな。いっか、向こう行ってみっか。まあいっか、そこも良かったけど。とりあえず向こう行ってみましょう。あの看板のところまでね、とりあえず行きましょう。おう、こっちがあれなん？看板とこ？え？え？ああ、ここか。ここがあれだ。おお、怖い怖い怖い。
あ、無理無理無理こんな感じ。はい、群馬県こんな感じ。そっから先が群馬県、こっち長野県ね。おお、こんな感じですよ。すごいね。よし、じゃあここで写真撮るかね。あ、この辺いいんじゃない。この辺から向こうでね。よし、決定。けなし峠でお昼を食べて、これから妻恋パノラマラインへ向かいたいと思います。それじゃあレッツゴー、行きます。けなし峠よかったね。来ますかね。このバイク余裕全然平気。あのクレーのオフは、あー、林道行きたくなっちゃったな。明日あれかな、三ヶ坊スーパー林道行ってみようかな。どうしようかな、今迷ってるんですよね。一人で行くからね、どうなんだか。ほんとこの道はガッタガタだけど、でも気持ちいいですよ。狭いけどね、ちょっと狭いよね。こっから1時間だね。はい、頑張っていきましょう。じゃあ着いたらね、またお会いしましょう。じゃあねー。ガタ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 で、おお、怖い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 。いきなり Google さん、いきなり林道を連れて来られた。何これ、怖えんだけど。どうなってんだよ。林道いてえなーなんて言ってたら、林道砂利道に連れてこられた。ほほほほ、なんじゃ。あ、砂利道ってこういうんなんだ。なんかすごいっすけど。どこまでこれなんかな。ああ、でも結構あれなんだね。ずれても、ほほ、面白い。おお、真ん中行くと出たー、こんな出たー。よし、パノラマ出ましたよ。え、これだよね、すごい。パノラマライン出ましたー。
番だけ通るんかな。どうなんすかね。おお、なんかいいんじゃない。本当に嬬恋パノラマラインなんこれ。キャベツ畑通るんかな。ね、北ルートってなってるけど、どうなんですかね。キャベツ畑行かねえとな。猿がいた。おお、また猿がいた。やべえな、動物が飛び出てきたら死んじゃうぜ。この道いいんじゃね。車が全然いません。なんだこのガラス機は。うわーうわー、すごーい。見えねー、眩しくて。あ、まだ260キロある。おお、ここがそうか。え、なにこれ。おお、びっくりした。ああ、こうなってんだ。おお、もうキャベツ終わってるし。ここだね。ここは？あ、そうでもねえか。もうちょい先か。もう終わり？ここで終わりか？さっきんとこがそうな。アップ、何があるんだ。温泉じゃなかった。
ようかな。荒木高原パノラマライン愛妻の丘。ああこれがあれか。ちょっと行ってみよう。え？ここか。ここだ。ここだ。やってるんから。湖畔の湯ってやってるん？はい、妻越荒木温泉湖畔の湯に到着。やってるんかな。妻越荒木温泉を出て、これからね家に帰りたいと思います。うわバックできねえ。ダメだ、重い。お？はあ、いい湯でした。はい、湖畔の湯。さあ家に帰りましょう。あっちいい湯だった。パノラマラインのねキャベツはもう全部収穫が終わってね、何にもなくなってましたね。あーいい気持ちだったな。やっぱり温泉は気持ちいいね。最高。じゃあね、帰りもね、安全運転で帰りましょう。本日はね、最後までご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。おー、バイクの。それではね、次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。またねー。おお、マスツーしてるみたいだね。いいねいいね。ちょっとバイクの種類が違うけどね。気持ちいい。